ニュースとナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の石野信子さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、えー。読書世論調査からうん本はやっぱり心の栄養だ とということを見たあのね、えー、っと今読書週間ですけど、はい、読書世論調査というのはこれ他社なんですけれど<っ>毎日新聞がですね毎年大規模にやって発表するんですよ。うん、でこれあの昨日発表されてたんですけれどもね、えー これあの読書調査としては大変定評がある調査でいろんなところで本に関する調査といってよく出てくるので、はい、他者ながらちょっと勝手に、はい、活用させていただきます、はい、で今年は特にあの70回目ということで<ー>ということはこれ昭和22年からずっとやってるっていうのが、えー、戦後直後からですよねあ、うん、結構、うん、ちょあの膨大な結果を蓄積して、うん、で今回その70回目という、まあ、節目でもあるので。 でまあ、あの過去のいろんなことも分析が入っていて面白かった<ー>とりわけ興味深いところがありました、えー、であのそういう70年の,あの変化読書の変化っていうふうなもので面白いなと思ったの1つ一つ、はい、まず何のために読書をしますかっていうふうなことですねこれをいろいろとあの分析してるんですよ。何のたためめに本を読本を読むか、はいうん、知識を得るため <laughs> これ戦後派ですよ。戦後,す戦後派。うん、あ、違うんですそ,そうそう。<ー>いや、あのね、えー、っと戦後しばらくはね、何のために読書するかというと、それ知識を得る、<ー>教養のためっていうこ答えが一番多いんですよ。<あ>これがね、はい、今やその三位四位と下がっていってうです、ねで、徐々に時代とともに変化していって。 はい、それであのしばらくすると教養に変わってこれは娯楽である楽しみであるという答えがすごく増えてきてるんですそうなんです楽しみでもあるかな、まあ、本うにそれでさらにさらに変化してきて今は何のための本を読むかこれ実実用用なんですよ実用、うん、だからその知識を得るというふうなのもいろんなのがあって、うん、言ってみたらその、まあ、あの教養として知識 を得たいっていうふうなのがあるけど、はい、そうじゃなくてもっともっとそのなんていうのか分かりやすいこの実用として今すぐ膝をまっすぐしたいとかあのやつあ、はい <laughs> な感じで見せたいとか, <laughs> いとかそういうまあ実用として読むっていうのがすごくピュッと増えてきてるんですってそう,です、ね、そういうまあ時代はまあなぜかっていうふうなものをいろいろ当然分析しているんですけれどもね、はい、もちろん戦後すぐの時にはまあ本なんてそうないわけですし、うん、戦争の後 だしということで、まあ、あの本というのはちょそ,のそのまんまあの言ってみたらあの勉強というか教養だったわけですよね。<ー> <laughs> ところがあの、まあ、経済がすごくどんどん、まあ、あの豊かになってきてそうすると、まあ、あのそれがやっぱり娯楽本を読むという風なものがう 知識からもっとこう娯楽、もうたくさんいろんな本が出ますよね。えー、で,ねで、大衆小説みたいなものもいっぱい。 入れますということで本を読むというふうなのはそれであの教養を得るための本というよりはその本を読んで楽しむ、うん、読書の楽しみですよねというふうなものを、まあ、知るようになってきたでしかも、まあ、本も買うようになってきた、はい、ところがこれがですねやっぱりこの,、まあ、あの経済が、まあ、バブル崩壊が厳しくなったというようなこともありますけれども もっとこの活用したいお金を払ったらそれだけのものをあのもう持ちたいということがありますよね対価を持ちたい、はい、費用対効果みたいなものも本人も求めてそれで生活に役立つものを本人求めるというのは勢い非常に分かりやすい本がいい。でね、でこれ今のベストセラーをいいろろ見てみると 本当に実用本とか、うん、そういうものが多いしか、うん、かりやすすすくくくて薄くて薄新書とかすごく多いですよねそういう意味ではま,まだ今そのバブル崩壊後の,あのそういうあの実用路線っていうのが今も、まあえー、続いているんだなというふうなことがあのこう読書傾向のとしてはあるっていうことがおも、えー、面白いなと思ったのが一つと、うん、あとこの読書率、えー、まあ,あのけこれち 調査何人ぐらいかな16歳以上の人3,000人ぐらい調査してるんですけど、まあ、あのどれだけ読書してますかとか1日どれぐらいとか、まあ、いろんな調査をしているんですけどその読書率あなたは本読んでますかっていうふうなのはあの戦国すぐには当然低かったわけですけれどもね、はい、で、えー、っと今本読まなくなったということで、ええ、こう 低くなってるかなななそう単純なもんでもでいらしいんですよ戦後すぐには、えー、その非常に低かったわけですけどそれがまあ,あの経済の伸びとかいろんなものとともに伸びてきてね、えー、と小児時、ね、で30年代40年代、まあ、経済豊かになる本が娯楽になるということで、まあ、その読書率というものは50%ぐらい。 増えたんですね、はい、ところが、まあ、テレビが普及しました、うん、いろんな遊びも増えましたということで、えーまあ、読書版本離れっていうことが言われてきて、えー、60年70年代でこれ低下して、まあ、半分割れて、まあ、40%それ以下ぐらいに下がった時期もあったんだけど、うん、今またここに来てというのは2000年ぐらいから、あのー、50%に復活してる、うん、これなぜでしょうかっていうことなんだけど、はい、へえと思ったんだけど。 図書館で本を借りる人がものすごく増えてるんだって、えー、もちろん図書館もあの充実してきたというか、うん、普及してきて数がものすごく、うん、まあ増えてきてかつてに比べると倍の数にはなってるい でしかもあの図書館がそ,のそれこそ教養主義の時代からみんなが求める楽しみの本も用意するということで<え>ベストセーラーなんかをガバッと買いますよ、ね、あ、はいまあ、よこれがよくないという本,本が売れない原因だというふうな一歩であるんだけど、うん、でもそれ本に接する人は増えているんですね。うん、でただしそのあの本を 図書館を利用する人はものすごく利用する人と全然利用しない人両極端なんだってあう、うん、だからいっぺん、まあ、図書館で本を借り始めると。で 一回に十、十冊も十五冊も借り,、ね、借りられますよね,、はい、ね,ね。そうすると、まあ、それ、やっぱり馴染んできますよね。うん、だから、まあ、本に親しむということで、その読書率を下支えというか、ちょっと上げているの。この図書館の存在な、なので。まあ、その本離れというのは、この出版の数から言うと、その本を買ってくれないというふうなことにはなるけれども。うん 本に親しむという点で言えば図書館の役割がものすごく大きいんだということもこういうねデータから分かってきてへえと思うであの本をなんかそういう実用書だけ娯楽だけで読むというのはだんだんもったいないなというふうな気が私たちなんかの年代はしてきて元に戻ってまあ教養ですよね。 やっぱりその戦後間もない頃のやっぱ知識を得たいというふうなそういう心の栄養に本をしていきたいというふな気持ちがあります。はい